3月26日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅に下落しています。今日の全日経は49円72銭安の4万飛び364円40銭となりました。一方トピックス東証株価指数は 3.58 ポイント高、 JPX 日経400 37.52 ポイント高、これら2つの指数は小幅ですが上昇しています。3指数まちまちの全日経値です。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 51%、 843銘柄、これに対して値下がりが 44% の735銘柄、変わらずが約 5% の77銘柄という構成です。全体の5割強が値上がりしています。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って堅調、規模別では目立った偏りは見られておりません。全体的に小幅に上昇、しっかりした展開と言っていいでしょう。ただ商いは最近としては少ない水準と言えます。全日経段階東証プライム売買高7億4500万株余り、売買代金が2兆飛び544億円、やっと2兆円を超えたというところで全日経となりました。このペースで5番も推移すれば1日として4兆円余りという売買代金ですから、最近としては少なめ、5兆円ができても当たり前だったという最近の動きからしますとかなり少ないという印象も受けます。いよいよ3月の期末が接近してきたという特殊なスケジュールでもありまして、積極的な売買が手控えられる中で全体的なにも小幅な値動きにとどまったということで、商いも増えにくくなっているという状況であります。昨日25日のアメリカ株式市場、ニューヨーク株式市場では主要3指数が揃って下落したという動きがありました。これを受けまして東京市場でも売りが先行し、日経平均株価寄り付き直後に100円余り下げる場面がありました。ただその後は押し目買いなども入りまして、逆に日経平均100円強上昇する場面も見られているということで、全体としますと目立った方向感が乏しいという今日の前場の動きであります。前引けにかけては日経平均やや売り優勢、結局49円安と小幅に下げて終わっておりますが、トピックスは小幅に上昇、全体として模様眺め気分の強い中で売り買いが交錯しているという今日の前場の動きであります。そういう意味では下げた場面では押し目買いも入りやすいということで、やはり4月以降の新年度への期待感、先高感などが下値を支えているという見方もできるかと思います。そういった中で今日下げた銘柄、個別では東急9005、こちらが商いを伴って下げています。昨日まで東急は8連騰して連日で昨年来高値を更新しておりました。その反動という面があります。さらに昨日の引け後には新しい中期3カ年計画を発表しましたが、これが物足りないという市場の評価もありまして、利益確定売りに押されているという今日の前場の動きであります。逆に上昇している銘柄としましては、半導体製造装置関連のディスコ6146が、こちらは商いを伴って上昇、こちらは上場来高値を更新しています。高決算への期待感に加えまして、3月末今月末では新たに日経平均に新規採用されるといった手がかりもありまして、上値追いの動きが続いています。以上、今日全日経の前の東証アローズからお伝えしました。